永遠に忘れることのできないあの暑い夏の日、松田直樹選手が倒れました。数え切れないくらいの励ましのメールが彼の携帯電話に届いていました。その中の一つにゆずの名前がありました。頑張って、僕たちも仙台のコンサート頑張ります、というようなことが書いてあったと松田直樹選手のお姉さんは語っています。直樹からゆずさんとは試合観戦にお越しいただいたり、対談を通して仲良くなったと聞いています。直樹は親しくなると興味を持って自分を出していきます。直樹が亡くなってゆずさんとの対談を読み返し、その中で直樹を感じ、ゆずさんの曲を聴き、歌詞が直樹の言葉、生き方にリンクしていて涙が止まりませんでした。今でもゆずさんの歌を何度も繰り返し聴いています。直樹が倒れた時にすぐにメールをくださいました。生きる舞台は違いますが、それぞれファンに夢を与えるため頑張ってきました。感動とありがとうの気持ちでメモリアルゲームのお話が上がった時にぜひ参加していただきたいと思いメールをいたしました。ゆずさんからは本当に直樹を思う、そしてファンを思う気持ちのこもったメールをたくさんいただきました。できることならもう一度直樹に会いたいと思いますが、今日のゆずさんの歌のようにきっと直樹は私たちと皆さんの心の中にいることを信じています。そして今日スタジアムに来ている直樹に歌が届いていると思います。ご登場いただきましょう。ゆずのお二人です。迷う
ありがとうございます。ゆずのお二人に今一度大きな拍手をお願いいたします。